地亭コロスケです。多分生まれてから落語家になるまでのスピードでは誰にも負けません。今まで0歳で落語家になった人はいないと思います。ロボットに生まれて落語家になるなんて、東大を出てホームレスになるよりも社会のためにならないことだと言った人がいますが、同感です。ロボット小話を一つ。ねえロボットくん、なーに？国語の宿題でわからないところがあるんだけど教えてくれない？どれ？これなんだけどね、あーからんの中でこの丸に入る文字は何でしょう？ねえロボットくんはどう思う？ロボットくんは木か井だと思う。予想通りの反応です。おい、みんなで怖いものの言い合いっこしようよ。お、面白そうだな。やろうやろう。お前何が怖い？俺は蛇が怖い。蛇か。うん。そっちは？俺は雲。雲な。うん。わかるわかる。お前は？湿気。錆びるからだな。ロボットであることを前面に出してきたね。そっちは？節電。怖っ。もし電気がなくなったらと思ったら怖いもんな。お前は？下手な操縦士に操縦されること。怖い。こらこら、人間のつもりでやらないとお客さんに共感してもらえないぞ。人間でやれ人間で。お前は？僕ネズミが怖い。お前ドラえもんだろ。僕ドラえもんじゃないよのび太くん。やっぱりそうだろ。お前まったくしょうがねえな。猫型ロボットじゃねえか。人間でやりなさい人間で。じゃあ俺まんじゅうが怖い。まんじゅう？そんな生き物いたか。生き物じゃないよ。食べるまんじゅう。食べるまんじゅうが怖い人なんているかよ。ああ、まんじゅうのことを思い出しただけで気持ち悪くなってきた。うわあ、熱が出てきた。しょうがねえなあ。本当に怖いみたいだね。じゃあそっちの部屋空いてるから、うん、使って構わねえから寝てな。そこで戸を閉めてな。おい、みんなこっち来い、こっち。あいつ普段から嫌なやつだからな。みんなでまんじゅう買ってきて、あいつのことを脅かしてやろうぜ。いや、それ脅かすってさ、驚くだけだったらいいけど、あんなに気持ち悪がってんだよ。死んじゃったらどうすんだよ。いいよ、まんじゅうで殺す暗殺だよ。くだらねえな、おい。よし、買ってきたか。枕元に置いて。うん、みんな食べたやつを枕元にそらっと並べときな。うん、一旦戸を閉めるぞ。おい、起きなよ。枕元を見てみな。おい、起きろよ。うぅ、気持ち悪い。まんじゅうのこと思い出しただけで熱が出てきた。気持ち悪い。何が？枕元？枕元？ああ！まんじゅうだ！キャー！ひでえことをしやがる。俺が怖いって言ったらまんじゅうを持ってきやがった。ああ怖いよ。ああ怖い。腰やんだ。
顔上げてみなよ。うん、あれ食ってやがるこの野郎。あ、なんだよおい、まんじゅうが怖い、まんじゅうが怖いって、この野郎まんじゅう食ってやがる。おい、お前まんじゅう食ってやがって、本当に怖いものは一体なんだ。苦いお茶が一杯怖い。よし、お茶持ってこい、お茶を。え、あれ ここで終わりじゃないの。何だよ、ロボットマンはまだまだ続くんだ。おい、お茶持ってきな、お茶を。ほら、このお茶を飲みな、お前。え、これ飲むのか、俺が。うん、そう、うん。ギャー、電気系統に水が。ロボットマン、本当に怖い、まんじゅう怖いでした。ありがとうございました。また機会がありましたらお会いしましょう。 If we have a machine, see you again, I'll be back.